ミシェル・マーニュ、ミシェル・マーニュは、フランスリジュー生まれの作曲家。1962年、ジャッキー・グリーソンの音楽を映画、事後の劇友ともとして編曲したところ、アカデミー賞とゴールデングローブ賞にノミネートされる。映画、バー・バレラ、OSS117 シリーズも担当した。他、代表映画に、地下室のメロディ夜の訪問者、フランス式重会、セシルの喜びなど、 また同年、バルドワーズ県にあるエルビル城を購入し、レコーディングスタジオに改造し、1969年にエルトン・ジョン、ピンク・フロイド、デビット・ボーイ、ジェスロ、タル、キャット・スティーブンスなどがこのスタジオで録音した。フランソワー,ーズ・サガンの死に曲をつけ、ジュリエット・グレコに提供し、オーケストラ伴奏もした。破壊し、2012年撮影セルジー・ポントワーズで自殺。 セシルの喜びサントラに収録された名曲 Do You Want Marie Me は2002年に高橋幸宏と細野春を見よるバンドスケッチショーがカバーした。 1 9 5 5 9 6 0 9 6 1 9 6 2 9 6 3 9 6 4 9 6 5 9 6 6 9 6 7 9 6 8 9 6 9 9 7 0 9 7 2 9 7 3 9 7 4 9 7 6 9 7 8 9 8 2 9 7 8 9 8 2 9 7 8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  9 8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  9 9 9 9 9 8 9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  千8 3 9 8 4ありがとうございます。